その顔をぐちゃぐちゃにしてやる。それは困る。君も何なんだお前。説明する時間が惜しい。黙って消えてくれるに危害は加えない。ふざけんな。これってイフリート？そう、火を司る大精霊だ。四大精霊を召喚するなんて。壁を越えたな。今できることをやるんだ。すごい。帰れと言ったろ。まさかここが君の家というわけか。違う。ごめんなさい。あの。これがジンの影響。ジン？微精霊たちが消えたのと関係している。わからない。精霊が消えて？君は早く去るといい。次も助かるという保証はないのだから。ジンはどこか別の場所か。ねえ待って。当てがないんだ。教授が一緒ならここから出られたかもしれないけど、僕も行っていい？なるほど。確かにそれなら次も助かるだろう。君は面白いな。ジュード・マティス。それが僕の名前。君は？私はミラ。ミラ・マクスウェルだ。リリアルオーブが光ってる。リリアルオーブ？旅立ちの時無理やり持たされたが、何なのだ？魔物とかと戦えるようになるアイテムだよ。僕も故郷から出る時、念のためにってもらったんだ。というわけ、僕も成長させたのは初めてだけど。なるほど。潜在能力を覚醒させる道具か。非力な人間には必要不可欠な品だな。本当に人間じゃないみたいな言い方。
今になって震えが。無理もない、殺されるところだったのだからな。あの子なんで、僕一般人なのに。あの女、ラシュガルの正規兵とは思えなかったがな。どうして兵士じゃない人が軍の施設に。そうな、だが君も私も人のことは言えまい。それはそうだけど、殺しちゃったの。さて、手加減はしたが、人間は脆い。次第にはやりすぎるなと言っているのだが。次第？主と同じ名前なんて変わってるね。同じも何も本人だからな。え？精霊の主マクスウェルとは私のことだ。え？けどどう見ても人間の女の人にしか見えないよ。当然だ、そのように体を作ったのだから。体を作った？マクスウェルって元素を支配する精霊の主だよね。信じられないか。いきなり精霊だって名乗られてもさすがにね。では君たち人は自分の存在の証明をどのようにしている？例えば身分証とか。僕も医学校の学生証を持ってるし。うん、あいにくだが私の場合その方法では証明できそうにないな。精霊の身分証を発行する者に心当たりがない。僕ついていって大丈夫かな。かかってくるがいい。私の剣に迷いはない。柔道、用事は済んだのか？え？こんなところにいたのには何か訳があったのだろう。帰りが遅かったハウス教授が心配で。でもその教授ももう。先ほどの装置につながれ亡くなったか。うん、教授オルダキュー直々の依頼だって張り切ってたのに。そうか。ん？うん、そうだな。ん？あ、待って。見てね。
もう終わっちゃった。ハウス教授、期待してるって言ってくれたのに、あんなことになるなんて。うん。な、何？撫でてやろう、ジュード。は？人は元気がない時に撫でられると喜ぶことがあると本で読んだんだ。なんて本？魔法の手、瞳は鏡。それ、育児本じゃないか。僕は赤ちゃんじゃないよ。ん？君には適さない方法だったか？難しいな。少し気が楽になった気がする。ありがとう、ミラ。うん。どうやら元気が出たようだな。見つけたぞ！メイハ！はい、マジだ！はい！メイ、やった！詫びはしないぞ。ねえミラ、これって奥を目指してる。出口に行かないの？ああ。逃げないと危ないんじゃない？ここ普通じゃないし。危険は承知しているが、探さねばならないものがあるのでな。君には悪いが付き合ってもらう。うん。一緒に行くって言ったのは僕だしね。ん？何？いや、用を済ませば必ず君を外まで送り届ける。安心するといい。ありがとう。Thank you.